ですね、はい、そうしますと日本がこのロシアをですね破るためのポイント一番大きなって何でしょう、はい、1人も2人もですねロシアというのはやっぱりブロック中心のチームなんでね、はい、サーブレシーブをきっちりと長富まで返して大林を中心としたね、はあ、もちろん山内のバックスパイクを交えたコンビ攻撃で相手を翻弄してほしいですね。そうですか、はい、いよいよ日本とロシアの一戦が始まります。両チームのスターティングシックスこれから場内に紹介されます。まずはキャプテンのバトフチナ、今画面で紹介されておりますのはこれはサーブの順番です。そして場内では背番号の順番にキャプテンの後は紹介されています。7番のメンソーは昨日のブラジル戦でも大活躍でした。そして10番の選手リヒテンシュタイン、まだ18歳のこれからロシアを背負って立つセッターです。15番は188センチのセンターエミリアーノ、おなじみのアルポリ監督、とにかくチームの中でも一番元気の18歳のセッターリヒテンシュタインのサーブきっちり返りました。速攻メンソワ、ロシアに3点目が入りました。レシーブが重要になってきますね、はい、一方サーブレシーブ乱れたロシア、しかし力で持ってきました、はい、メンソワ、ね、リヒテンシュタインがねあのネット際ね、はい、ワンハンドでね、よくトス上げましたね今のはね。21歳のセンター大きいですね、センターね、どちらも188ありますからね、はい、ジャンプサーブはメンソーア、迫力があります。山内、おっと立ち上がってメンソーア、はい、これはね、ラッキーでしたね。5対3となりました。ロシアがリードしています。速射砲のように言葉が出てきますが、立ち上がり今カリポリ監督が何か言うことがあるとすれば、いや今日はですね、昨日に続いてですねいいバレーやってると思うんですけどね、実は今朝僕カリポリ監督とねちょっとお話しさせてもらったんですけども、はい、まあ、昨日のね勝利、まあ、特に若い選手中心でねブラジル破りまして大変喜んでおりましたよ、はい、そうでしょうね。まあとにかく今日はサーブが冴えている山内、エンドラインいっぱいを狙った、メンソーワ、今打った7番のメンソーワ、それから4番のバトシチナ、まあ、この2人がいわゆるエースです。そうですね、お返しですね、そうですね、メンソーワの移動攻撃、はい、まあ、しかしここまでロシアはもう3勝4敗というふうになってますから、決勝リーグにはもう可能性はありません。そうですね、まあ、しかしこれは先日の日露対抗でも日本にこれもやや乱れてバックアタック、これは強烈でしたね、同点に追いつきましたロシア、7対7。前にブローデでね、バトフチナとメンソーワがロシアの方はジャンプサーブを持っています。今日日本の方先ほど山内はサービスエースもありました。さあ吉原、メンソーワ、はい、もう得意の、ね、ストレート攻撃ね、はい、平行気味のトスをね綺麗にやっぱりミートしますよね。大林のブロック綺麗に抜いてますね。セッターのリヒテンシュタインがこれからもうフォワードに来た時はですねほとんどスパイク打ってませんからね、もうそれを無視してねやっていこうということだと思うんですけど、さあ繋いだ、あっとオーバータイムです、はい、あと一歩でしたレシーブ、しかし日本が1点リードしています。
きとその1点、そういった点数以上にね、そうなんですよね、日本チームは勢いが出てきますからね、リズムが出ます、はいはい、お返しはメンソーアです。186センチ24歳のメンソーア、パワープラス高さ、はい、チームはどうか、セッターに戻りません、福田パンコア上げて、メンソーアのバックスタイルでしたね、はい、チェンコディスチェンコという形で球を集めてはいませんが、山内、メンソーはあーよく打ちましたね、吉原は返すだけ、さあ左にはメンソーは、もう一度いっぱいに入ってます、はい、入りましたね、ここは左からメンソーは、はい、右からティッセンコと、そうですね、言います、リードされているロシアのサーブ、大林ちょっと乱れました、ここを丁寧に、はい、メンソーはちょっと今のはねもったいなかったですね、無理な体勢で、ね、メンソーはもうあのクロスしかなかったんですよね、山内がねしっかり待ってればチャンスでしたけどね、日本が今3点リードしていますが、まだまだこのセットは分かりません、いいサーブです、山内も決められません、さあ打ち合いになった、バカタック福田、左にはメンソーは、よく取りました吉原、バックからメンソーは、はい、やはりもう体重、全体重をかけてきますから、そうですね、ロシアのバックアタック本当に破壊力があります、ね、強烈ですね、そしてこれはジャンプサーブを気をつけ、またセットポイントの日本です、メンソーは、うーん、なかなかロシアも粘りますね、そうですね、なかなか今日はしぶといですよ、はい、ですが追いつかれました、これはワンタッチありましたね、はい、またコート上にはメンソーワが戻っています、ロシアしたい日本、おあいいところに入ったんですけどね、福田もね、はい、さあここでね、第4セット日本が13対12、わずか1点リード、まあ、日本はあと2ポイント取ればこのロシア戦に勝つということになります、いやしかしもう残りこのロシアと、そして明日のブラジルを全部勝たなきゃいけない日本というのはね、はい、本当に大変だと思いますが、厳しい戦いが続くんですけどね、なんとか頑張ってほしいですね、はい、明日のブラジルも日本よりも平均身長で5センチ上回っているというチームですが、このロシアも5センチ上回っています、おっと、お前は強烈でしたね、メンソーアです、長瀬さん、はい、カルブリ監督はね、レシーブが弱い、もっともっと強く打て、最後にね、大丈夫大丈夫と言いましたね、おとりあえずピンチは招かれたロシアです、はじめ、ノーミス、福田、下がってます。あ、最後はキャプテン、バトフチだね、よくね、走り込んで打ちましたよ。はい、またまた1点差、13対14。さあ、ここで山内のね、バックスパイク1本欲しいですね。そうですね、パンコーア、サーブだ、福田、
面相はワンタッチありましたね、はい、いやいよいよジュースです。14対14となりました。粘りますね、ロシアは粘りますね、本当ね、最後まで諦めませんね、